ストーカー行為等の規制等に関する法律。ストーカー行為等の規制等に関する法律。ストーカー行為等の規制等に関する法律。平成12年5月24日法律第81号は2000年平成12年11月24日に施行された日本の法律。通称はストーカー規制法。おけがストーカー殺人事件を契機に議員立法された。 ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情などの行為の感情に基づくものに限定する。以降に述べる、ストーカー行為を処罰する。さらに、隙きまとい等行為をして、その相手方等に不安を覚えさせること等、以下、三条行為とする、に対し、禁止命令等を出すことができる。 禁止命令関連を一括して、公安委員会の所管とし、公安委員会から警察所長等への事務職とした。よって、実質的運営は、警察所長等の令下により行われることとなる。警察所長等による禁止仮命令制度を廃止。被害者の申し出がある場合において、参上行為があり、かつ反復の恐れありと認める場合には、 警察署長等による警告を経ずに、公安委員会が聴聞を経た上で、三上行為の禁止命令を出すことができる。また、特に必要があると認める場合には、公安委員会は、被害者の申し出がなくとも、職権で聴聞等を経て、禁止命令を出すができる。また、被害者の申し出がある場合において、三上行為があり、反復の恐れがあり、かつ緊急を要する場合には、 公安委員会は聴聞等を経ずに、前景の禁止命令を出すことができる。さらに、体の危険が及ぶ恐れがある場合には、被害者の申し出がなくとも、職権で聴聞等を経ずに禁止命令を出すことができる。聴聞等を経ない禁止命令は、後日必要的に聴聞等を行う。被害者の申し出により、警察が、弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、 国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象であり、加害者が同性でも適用される。さらに、国や自治体は、ストーカー防止の啓蒙等、被害者に対する婦人相談所等公共施設の支援圧戦、民間団体の組織活動の支援、財政上の措置を含むに努めることとしている。また、電気通信の送信や、 郵送、配送に係る事業者は、被害者の求めに応じて、ストーカー行為に係る送信や郵送、配送等を差し止める、要努力義務を課している、八条三項。本法律に言う、ストーカー行為は、口述のつきまとい等の行為を反復して行うことである。本法律のつきまとい等とは、目的を特定のものに対する恋愛感情その他の行為の、 感情または、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を、充足するためにする行為であることを、また、その行為の相手方は、当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と、社会生活において密接な関係を有するものであることを要する、二条一項柱書。ただし、以下一から四と、 5のうち拒絶後の連続した電子メールインスタントメッセージ SNS 等の送信やブログ等への返信等については体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る2条2項2016年改正を参項。なお、5の内無言電話、拒否後の連続した家電、または ファックスの送信については、この限定はない。付きまとい等の行為を以下のように定義する、2条1項覚悟、2016年改正道、1から2項覚悟。2012年11月に発生した、図質等ー察殺人事件を受けて、2000年の本法成立以来初の改正案が2013年6月26日に、衆議院で可決、成立した。 2013年の主な改正点は以下の通り。2013年8月1日、改正法に追加された必要な電子メール容疑で初の逮捕者が出た。2016年5月に発生した小金井ストーカー殺人未遂事件を受けて、本法の改正案が2016年12月6日に可決、成立し、一部は2017年1月3日に施行された。 その他は2017年6月14日。2016年の主な改正点は以下の通り。なお2017年6月14日をもって改正法が全面施行された。2017年6月14日をもって禁止命令等の処分制度関連が抜本的に改正施行された。詳細は 禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正を参照。参考第192回国会51ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案参院提案のストーカー規制法改正案が全会一致で成立ブロボス。以下は2016年改正法施行以前の 禁止命令等の処分制度関連の旧制度、現行制度ではない。付きまとい等行為に対する被害者の求めに応じ、警察署長等は警告書による警告ができ、この警告に従わず、三条行為をした場合は、公安委員会が聴問を経て、三条行為の禁止命令を出す子ができた。また、警察署長等は、被害者の申し出がある場合において、参上行為、 接近、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ等に限るがあり、かつ緊急を要する場合には、警告書による警告や聴聞をする前に、命令日から起算し15日間の禁止仮命令を出すことができる。禁止仮命令がされた場合は、公安委員会は、聴聞を経ずに、全傾の禁止命令を出すことができた最適処分。三上行為の禁止。 仮命令に違反した者も処罰される。なお、禁止命令が出る前であっても、口実のストーカー行為に該当すれば処罰された。法施行前は、エスカレートしたストーカー行為は名誉毀損罪や脅迫罪で取り締まれる事例もあるが、そこまでエスカレートする前段階では、拘留や過料しか罰が規定されていない刑犯罪法違反倉でしか取り締まりができなかった。しかし、 1999年、平成11年に、埼玉県桶川市で、ストーカーが女子大生を殺害した、桶川ストーカー殺人事件を契機に、法規制が求められた。従来は、弁護士などの第三者を介し、当事者と話し合う場を設けて平和的に解決する、方法も良いとされていたが、ストーカー問題の深刻さが、社会に浸透するにつれて、動詞問題が、 生命の危険に関わる事件にも発展しやすいと認識されるようになり、警察への通報と法的な処分や付きまといを禁じる措置の適用が選択されるようになってきている。2003年において警察庁によれば、相談件数は22,226 22件、ストーカー事案として取り扱った件数は12,024件、警告が1,164件、 検挙が14件であり、交際相手による事案が過半数だが、第2位の配偶者、元配偶者、内縁関係の者のによる事案は1420件で13.2%に当たる。図紙ストーカー殺人事件、三鷹ストーカー殺人事件、小金井ストーカー殺人未遂事件などの特異事件により、マスメディアや世論などの批判を受け、適用範囲の拡大と規制。 罰則の強化などの法改正が進行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。